はい、こんにちは、ケソです。どうもこんにちは、ハネムーンです。もう、本当私たちの話で申し訳ないんですけど、はいはい、先ほど寿司を食ってきまして。美味しかったですね。まあ今日は気合入って、はいはい、開店前の寿司屋に並んでましたからね。いやーすごいね、そんな、うん、どんだけ気合を入れていったのかまあまあ寿司も食って、はいはい、気合十分な我々、気合十分、まあ今日も動画を撮っていきたいというわけでございますよ。なるほど。まあそういえば遅れましたけど、はいはい、第2回のシャドバミー賞が発表されましたね。ああそうね。まあ残念ながら選ばれなかったわけだけど。まあそうねって、お前悔しくないの？まあもらったしね、もう一回もらったし、まあ雰囲気的にね、そんな同じ人何回もね受賞したって。そんな悠長に構えてちゃダメだよ君。もう今から第3回目は死んでも取りに行くぞっていう、こう我々もね、もっとね高みを目指さなきゃいけないわけですね。いやーまあ3回目もね、まあどうせまた別の人が。うわー痛いんだけどなんで今俺殴られたの？なんだよ、結構当たんじゃねえか。ちょっとお前とうとう手を出したな。なんて声出してやがる、ハネムーン。俺は鉄火巻き大好き、ケソポテトだぞ。コンクレなんてことはねえ。まあそりゃ君はなんてことはないだろうけど。やっとわかったんだ、俺たちにはたどり着く場所なんていらねえ、ただ進み続けてるだけでいい。止まんねえ限り道は続く。俺は止まんねえからよ、お前らが止まんねえ限りその先に俺はいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。対決をします。待って、はい、なんだったの今、なんで俺は殴られたの？ノリです、ノリです。ノリか、はい、ノリで殴られたんだ。はい、まあルールを説明していいですか？あーどうぞどうぞ、はい、なんとこのルール、はいはい、先に進むことしかできません。あ、そう。はい、ちょっと何を言ってるか分からない止まるんじゃねえぞということで。あ、止まらないですね。試合中に、はい、自分がプレイしたカードの、はい、最高コスト未満のカードはまあもう今後出せなくなるというルールですね。ああ、じゃあ2コスを出したら未満ということは1コスが出せない。そうですね。なるほどね。はい、じゃあちなみに3コスを出したら2コスと1コスはもう出せませんと。なるほどね。はい、じゃあエンハンスやスペルブーストも同じ感じで。あ、まあそうですね。エンハンスグリームニルを出したらもう10コス扱いなんで、もう、10コス未満、10コスしか出せない。そう、10コスしか出せないですねなるほどね。ああ、まあ、ちなみにちょっと制限がありまして、はい、まあ、このルールの抜け道っていうのが一つあって、うん、まあ、同じコストで統一しちゃうっていうのが、うん、まあ、ちょっと強いかなという。まあ、例えばそうね、2コスとかね、そう、バンパイアで全部2コスで組んだらなんか普通に制約なく動けてちょっと強そうなんで、うん、特別な制約として、はい、一つのコストにつき10枚までしか入れられないという制限をつけます。なるほどね。はい、わかりました。なので、まあ、40枚2コス全部2コスにするっていうのはダメ、ね。まあ、少なくともじゃあコスト帯4つに分かれるってことですね。そう、少なくとも4つ帯、どん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 4つ帯4つ帯いや俺もやっぱ、はい、先に進んでほしいから俺もね。なるほどね。だからコスずっと2コスでさ止まってばかり、止まっててもさオルガさんも怒っちゃうじゃん。なるほどね。止まるんじゃねえぞって感じでしょ。うん、はい、いやでもそしたらなんかなかなか出来構築がね難しそうですけども。なんて声出してやがる。もうそれは大丈夫です。はい、デッキを作りました。はい、見てください、見てください、見てください。見ていいの？見ちゃダメだ。はい、皆さん見てください。ハネムーン以外の生きとし生けるもの全員見てくださいこんな感じにしまして、はいはい、まあなんつうんですか、こうどん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 ステップアップしていく感じですね。お、ステップアップ、はい、なるほど。いいでしょ。いいんじゃない。うん、こんな感じでいきますんでよろしくお願いします。はい、さあ始まりました。はい、止まるんじゃねえぞ対決ということで、はい、自分が出した最高コストのカードの未満のコストのカードは出せないそうですね、という感じですね。はい、はい、だからもう2を出したら1を出せないよと、ね、3を出したら1には出せないよと、ね、先に進んでいくしかないと。そう、止まるんじゃねえぞと ね、はい、まあなんかその場にとどまることはできそうですけども。そうですね、まあ、まあまあまあ戻らなきゃいいよと。そうね、うん、ああいいですね。はい、まあ1コスはねちょっとね出しづらいよね。そうですね。てか入れてね、入れてねえんだ。うん、2コスからスタート。2コススタートはいいじゃないですか。なんじゃあ私も2コススタート。さあお互いにもう2コス以下は出せなくなりましたね。そうですね、2コス未満ね、はい、2コス未満は出せなくなりましたね。以下っつったらまた話が違ってくる。話が違ってくるからね、
いやどうしようかなこれ。いやー待って、竜ってなんだっけ、ドラゴンか、うん、ドラゴンにこのカード取っときたいな。いやいいや、ランサー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 、竜巫女の儀式ですね。悠長だね、俺の場にランサーが2体揃ったというのに全然融合しちゃうぞ。どうぞどうぞ。ああいやすごいね、そう言ってたら本当に来たわ。あ本当にそんな三体連結ですよ。結構なさあじゃあ私はもうこれは黙ってらんないですね。PP が回復しないけど、エンジェルバレッジ PP が回復しない、エンジェルバレッジ打ったら打ちたかったですね。さあ私はもう5コストを出したんで戻れねえ、もう戻れねえ、5コスイカー出せねえ、手札にある竜の託戦が使えないのは悔しいですね。まあしょうがないね、はい、こんな俺の場がこんななっちゃったらね。じゃあ、どうしよっかなこれ。突っ込むのもありだな。いやどうすっかな、いやどうすっかな、突っ込むか、突っ込むの、突っ込むか、数字の2個、4コス、おら、あーなるほどなるほど、そういう突っ込むか、はいはい、どうしようかなこれ、もう狙いに、なるほど、いいんじゃないかこれ、フィニッシュを狙いに行ってもいいんじゃないかこれ、なるほどね。さあ、おお結構姿変わるなお前、おーおーアップだったね、よし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 、まあ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 、なんとかなりますよ、5コス以上、よいしょ。はいはいはい、うーん、なんだい、進んではないけどね、進んではないけど止まってはないから、あそう、はい、回復これででも俺6なんだもんな。そうですね、あ6じゃねえや、4だから、4出してるね、あ4か、うん、4なんだもんな。どうしよっかな。お前が今だって5でしょ。5だね。あ6がまだ残ってんのか。じゃあ、いや、でもやってみよう。いや、なんかちょっとね、1枚適当に入れたカードがあったんですけど、はい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 、適当に入れたカード使うわ、6コス乙姫、うん、あ、よくわかってんじゃん今ね、お前がサラマンダーブレスを警戒してたので、よくわかったやるかな。いや、なかった、正直。あ、よかったただ、うん、今のドローで引いた、うん、なんだよジュース飲んでる場合じゃねえぞ、お前やば、今引いたんで俺、ただまあ6コスになっちゃった、俺はもう5コスが使えなくなっちゃったよ。俺も6コスになっちゃったから、 あ、6だよね、乙姫6だ、乙姫出してんだから6だ、じゃあシモーヌ、シモーヌ、シモーヌ、あ、シモーヌ、うん、またねで間違えたさあ、あーはいはい分かった、これだこれだ、は6コスです。あーやあやーマジか、おら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 その化け物はおらおらおらっておかしくね。さあまあまあまあ、もう私は6コス以下は使えないのでターンエンドするだけですね。はぁ、はいはいはいちょっと待てちょっと待て、いや無理だわなんでだよ。いやいや無理だよ、倒せんだろこんぐらいよ。いやいや倒すことはできるけど、いや、はいはい、倒すことはできない、倒すことはできないなんと倒すことはできない、はいはい、だってもうさ、もう竜巫女の儀式が出てる時点でこいつはもうセットだからな。いや待てよ、驚くことなかれよ。いやしょうがない、これは、うん、これ出すしかねえもん、これでいくしかねえわ、8にするしかない、8まで上げた、うん、8にするしかない。うん、まずいな逆に俺、だって6以下が出せないんだろ俺の、この竜の陶器を 6未満が出せないんでしょ、竜の陶器が使えないってことでしょ俺のこの竜の陶器が、いやでもそいつそいつってなってるよ、くーよかった、いなくて何も、くーまずいよ、早くなんか、いや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 、8でしょ、いやー、9にはこいつがいることをご存知、ね、あー、進化で終わってしまう取っといたー、なんて取ったいなあーよかったなんて取ったいな、止まるんじゃねえぞー怖えはい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。まあ最後はアルベールで、まあねまあね、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、どんどんステップアップしてってね最終的にね、そうで最後8、9と出してってね、
まあやっぱエンハンスが強いかなっていうことで、まあ、かなりエンハンスカードを中心に、はいはい、なるほどね、うん、デッキのほとんどエンハンスなんじゃないかなこれね。おー、まあまあ使い勝手よね、うん、2種類のコスト選べるっていうのは。そうそうそうだ、うん、最初はやっぱ軽いうちは軽いコストで使って、はいはい、まあ重いコストにも対応して。なるほどね、うん、でまあ揃えていくといいと思うんだよね。私大体6で揃えたんだよね今回ね、エンハンスを。そう、ね、エンハンス6コスみたいな。はいはいはい、じゃあシモーヌとかね。そう、シモーヌ、ランサー、はい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 、ジェノ、ジェノ、あ、うん、確かに全部ガウェイン、あ、この辺6コス、ね、なるほどなるほど。そう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 、で2番目に8で揃えたんだよね。はい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 、はい、うん、まあ8はまあエンハンスじゃないけども、はいはいはい、8コス単位をいっぱい入れて、はいはいはい、まあ本当はね援護射撃を出したかったんですけど、なるほどね、なんかそういう感じの日の目を見ることもなく、日の目を見ることなく、まあ最後は普通に9コスでアルベールとドーンと、ね、ドーンと、まあ、ね、フィニッシャーですねこいつはね。はい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 、ちなみに私はあの冥府への道を、え、そんな気配はどこにもなかったんだけどはい、俺らが今までしてきたことは全部無駄じゃなかった、はい、俺らが止まらない限り冥府への道は続くっつって冥府を出したかったんだけど、ああ、まあ、そんな余裕もなくランサー3匹出されてそんな余裕もなく冥府を置く暇もなくよ、通過しちゃったわけ、通過しちゃって、もう水流士の身がわーいっつってじゃあお互い通過しちゃったんですね。そうですね、はい、援護射撃を私は出すことなく、そうですね、それどころじゃなかったというのがもうごめんちょっとオルガさんちょっと待っててっつってちょっと俺負けそうだからちょっと待っててっていう感じで、あの、なるほどね、はい、道は続かなかったですけど、続かなかったんね、まあでも止まんなかったんじゃないかなと、あ、まあまあそうですね、思いましたんで、はい、はい、で俺今更ながら気づいたことがあって、はい、あのサタンを入れてたんですけど、はい、何をやってんの、何やってんのサタンをアスタルトしか使えないそうですね、10個数出したら何も使えないということに今気づきましたね。まあ何ていうんですか、ほら冥府への道があったからデッキがなくなっちゃうと困るなと思って。あ、ね、あ、まあまあまあそういう意味、うん、そういう意味ですねそういう意味ですね、そういう意味ですね、これはいらなかったかなっていう今思えば、今思えば、今ふと気づいたんですけど、ふと気づいた、ふと気づいたんですけど、あ、みんなデッキメイクの時に思ってたんじゃないかななんでこれ入ってんだろうって今思いましたね個人的には。なるほどね、はい、はい、まあそんなところで、まあそんなところで、はい、最後それではい、そうですね、ちょっとデッキの構築もミスりつつ、ミスりつつね、はい、はい、じゃあ今日はこんなところで終わらせましょう、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。